YouTube も探れば棒に当たる劇団スティックチャンネルですけども、今回はですね、泥棒飯というドラマを作りまして、完成まで結構時間かかりましたね。そうです、泥棒飯はね、ということでね、劇団スティックで作りましたんで、そちらをご覧いただきたいと思います。泥棒飯です、どうぞ。あんちゃん、何してもある。疲れさ。俺の趣味は料理だ。冷蔵庫の中あるもので適当に作る。何も考えない。頭の中を空っぽにするのが目的でもある。こんな生活がもう1年になろうとしている。結構刺激があって楽しい。次は何を作ろうかな。まあその時になってみないと分かんないか。お、今度の土曜の昼空いてます。ぜひ会いましょうよ。とよし、横さん、これでも今月だけで10件目ですよ。今回は炒め物か。マジ意味わかんないですよね、盗みに入った家で料理していくって。マギ、今回のやつ取ってください。はい。卵がいい色だな。うまそうだ。そんなこと言ってる場合じゃないですよ。金も盗まれてるんですから。かわいそうに一生懸命食べた500円玉貯金30万近くあったそうですよ。犯人の部屋から指紋は？被害者の指紋しか出なかったそうです。クソが、絶対捕まえてやるからな。
へえ、小野さんって料理するんですね。意外ですか？私の周りの男の人で料理好きな人あんまりいなくて。で、どんな料理作るんですか？そうですね、冷蔵庫にあるものなんで、その時の気分次第ですね。うわ、料理やってる人の言葉だ。富山さんは作るんですか？私はたまにですけどね。私、小野さんが作った料理食べてみたいかも。全然いいですよ、今度作りますよ。本当？はい、楽しみにしてます。僕も。じゃあ、いつにします？今度の土曜日の6時です。で、どうだったんだよ。この間マッチングアプリで出会った人とお飯食いに行ったんだろ。今度手料理振る舞うことになったんだよ。マジかよ、おい。いいなお前も料理覚えろよ。女受けいいぞ。ああ、とうとうお前にも彼女できんのか。いや、まだわかんねえって。もういい、帰る。バーカ。立って。やべ、料理する時間なくなっちゃうぞ。この部屋ってもしかして、え、バツ？やべえぞこれ。何これ、新たな趣味見つけちまったんじゃねえかこれ。やっべ。泥棒飯のね、編集は奥ちゃんがやっていただいて、どうぞ。お願いします。奥吉です。どうでしたか、泥棒飯やってみて。まあ、ちょっと時間はかかりましたけど、はい、あの監督が鏑木さん、はいはい、鏑木さん結構厳しくなかった、監督の時ね。そうですね、カメラマンだったもんね。はい、僕はカメラマンで、はい、はい、仕事かれました。あの編集でも結構細かい修正が、うん、あ、そうですか。居酒屋はさ、なんだろう、本当の居酒屋みたいになんないね。やっぱいくら張り紙貼っても。あの集会場感がやっぱり出ちゃいます。まあでもなんとか効果音でわちゃわちゃ感は出したつもりではいますけど。巣鴨はどうでした実際、巣鴨智之。でも良かったですよね、巣鴨さんの。一緒に相手役されてた。公演でね、最後殺されちゃう。なんで公園で首絞められるんだろうと公園でさ、最後巣鴨が走ってさ、うんうん、
こう遠くまで走る絵を撮りたいのにさ、うん、途中であいつ何回もやめちゃってさ、うんうんうん、怒られてなかった。あの冠城さんにめっちゃそういう感覚があいつねこっちが撮りたい絵が全然分かってないんだよね。でも冠城さんの思ってる立ち位置と、うん、菅本さんが思ってる立ち位置が全く合ってなかったんだ。なかったんで、うん、動画がそうですね、最後の最後で夜の公演にやめよう。でも劇団スティックとしてはもうほぼ初めてぐらいの劇団スティックだけでやったね、はい、オリジナルのドラマとしては、まあ、泥棒飯がね1回目だったんじゃないかなとも思いますので、まあ、また劇団スティックチャンネルの方ではドラマなどもまた随時ね更新していきたいと思いますのでね、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。